ルイス・バカルター、ルイス・レプキ・バカルターは、ニューヨークのユダヤ系ギャングスター。イタリア系の犯罪組織と手を組み、マーダー・インクと呼ばれる暗殺部隊を指揮していた。2014年現在、アメリカのギャングの大物ボスで死刑になった最初で、最後の人物。あだ名は、イリッシュ語で、小さなルイスを意味する、レプケレイから来ており、これは、母が少年時代に、 彼をそう呼んでいたことにちなむ。ニューヨークマンハッタンのローアーイーストサイドで、東欧出身のユダヤ移民の間に5人兄弟の末っ子として生まれる。1910年、学校を中退し、舞台道具の販売員として働いた。兄の説得に逆らって、ストリートギャングの道に入った。オーチャードやデランシーの街角で行商しながら、スリをし、 行商人から金や金品を巻き上げていた。1916年5月、セールスマンのサンプルケースを持って逃走し逮捕された。御社で出所した後、1917年まで、厚生のため、コネチカット州ブリッジポートのおじの家に寄宿させられたが、ほどなくニューヨークに戻った。九百十八年から九百二十年にかけて、そソ泥やすり、略奪を繰り返しては、 短期の服役を重ねた。1922年3月の出所後、生涯の友ジェイコブ・グラ・シャピロと知り合い、ガーメント地区で犯罪活動を始めた。一説にベンジャミン・ファインの労働組合たかりの一派にいたという。ファインが摘発された後は、リトル・オーギー・オーのギャングで下働きしていた。シャピロと共に、ガーメント地区の組合で、オーナーと労働者の両方に上納金取り立てを、 行った。この頃、ラッキー・ルチェアーノと、王源のパトロン、アーノルド・ロス・スタインを通じて知り合った。逆らう者には、店の破壊、放火、暴行など制裁を加えた。ライバルギャングの姉さんキッドドロッパー・カプランが殺されると、そのテリトリーを縄張りに加え、さらに百二十七年十月、ロス・スタインと語らって、王源を銃殺した。王殺しで逮捕されたが、 証拠不十分で釈放された。カプランら従来のレーバーギャングは組合を脅して金を取っていたが、バカルターは配下を組合内部に送り込み、中からコントロールする手法を取った。手下が組合員を焚き付けて騒動を起こさせ、組合リーダーはバカルターに解決を依頼、バカルターは手下に処理させ、リーダーたちから手数料を取る。組合選挙は、 投票箱を監視するバカルターの武闘団に仕切られ、組合人事を動かした。組合の実権を握ってから、経営者、工場を主に狙いを定める。組合問題の折衝を受け負って、配下を送り込み、会社の帳簿を管理させ、副審の業者と外注契約を結ばせて業者から、キックバックを得た。医療職人やパミヤなど、比較的おとなしい職人集団をターゲットにした。 反抗する者は、配下のギャングが梱包で痛めつけ、当局に密告する組合員には顔に酸をかけ、抵抗する工場主には商売道具や商品を破壊した。こうして革製品、パンや配送業、花屋、毛皮メーカー、防止工場、輸送会社など幅広い分野に影響力を広げた。組合会費や上納金の収入はうなぎのぼりになり、 側近のシャピロやハイミー・ホルツは、バカルターを天才と呼んだ。その後も水供給業、建設、ホテル、レストランに勢力を広げた。バカルターの組合利権は、シチリア勢のサルバトーレ・マランツァーノに羨ましがれ、またジョーマッセリアより稼いでいたと言われる。手下のギャングは、低学級ではなく、経験と実績に基づくサラリーン生とし、見習いは、 週25から35ドル、経験を積むと、週125から150ドルまで上がった。バカルターのギャング団は、250人規模のスラッガーと、ガンマンの混成軍団と言われた。1930年代、著名な組合運動指導者だった、シドニー・ヒルマン・オード・イルイ労働組合議長と、タックを組み、 性敵を封じ込める汚れ役を引き受ける代わりに、組合犯罪の告発から保護された。1930年代初め、ガーメント地区に進出した、イタリア系のルッケーゼ一家と提携した。1931年、戦争で夫を亡くした、ロシア系英国人の未亡人と結婚し、連れ子を養子にして出来合愛した。ミッドマンハッタンの高性なマンションに住み、運転手の車で、 競馬場に足を運んだ。冬はフロリダ、カリフォルニア、ホットスプリングスなど全米を旅行した。ジミー・ハインズ、ジョー・アドニス、ルチアーノ、マイア・ランス・キーラとホットスプリングスに旅行に出かけた。1931年、イタリア系マフィアの構想で、マッセリア、マランツァーノの両ボスが暗殺されたが、この構想平定に協力した報相として、 全米犯罪真事系との重役の座を得た。1931年11月10日、フランコニアホテルでユダヤ系ギャングの会議をしていた時、尾行していた警察にベンジャミン・シーゲルらと共に逮捕された。犯罪防御の集会をしていたとの容疑だったが、証拠なく放免された。さらに、シーゲルの管理下にあった殺人結社マーダーインクを引き継ぎ、 その社長に就任すると、副社長のアルバート・アナスタシアと共に、既立破りのギャングに対する処刑業務を100件以上取り仕切った。1935年、ダッチ手ツの殺害にも関与し、手ツの縄張りの分配に預かった。手下には、殺す、抹殺するといった言葉の使用を禁じ、粛清、処刑にはヒットを使うよう求めた。もし陰で会話を盗みきされても、 ヒットなら法廷で何の証拠にもならなかった。マーダー・インクという名称はニューヨークワールド・テレグラフのハリー・フリーニーが命名した。1930年代前半より FBI にマークされ警察もバカルターの闇の権力を認知していたが組織の人間を各地に派遣するだけで自らの手を汚さないバカルターを有罪にできなかった。1933年6月 マイク・コッポラといるところを逮捕したが、固く捜索しても何も出てこず結局放免した。バカルターは、銃の不法所持といった微罪にもならないよう銃の所持すら、警戒していた。1928年、ロス・スタインの死に伴い、ジェイコブ、ヤーシャ・カッツェンバーグラ・麻薬人脈を引き継ぎ、1930年代に、かけヘロインの国際密輸オペレーションの陣頭に立った。一説に、 フロンクスに自前の麻薬生成工場を持っていたとされる。連邦麻薬捜査局 FBN によれば、1935年から1937年まで1000万ドル相当のヘロインたドラックを世界周遊旅行を装った女性に運ばせ、日本領だった天津から計6回の高校を通じてニューヨーク港に持ち込んだ。ヘロインの入った梱包は関税証が貼られた。 関税役人には1回の密輸につき1000ドルが支払われた。関税スタンプは発色で、入行日に応じて色が変わった。バカルター自身は資金を拒出せず、麻薬の全利益の半分を取り、麻薬業者への卸売りでも半分のマージンを取り、卸売りでは自分の配下を使った。FBI によるバカルターとシャッピロの指名手配書1936年10月。 シルツの死やルチアーノ摘発に飽きたらない、ニューヨーク州特別検察官、トーマス・デューイは、バカルターを公共の敵と非難し、その参加の強制団を摘発することに成功した。一方、連邦検察及び FBI は1932年にバカルターのギャング団を取り逃がして、以来ずっとバカルターを追いかけていたが、1936年11月、シャピロと共に、 ケガワ産業の独占支配の容疑で告訴した。反トラスト法違反で2年刑の有罪となったが、1937年3月、上訴して無罪となった。その後、反トラスト法違反で再起訴された時に出廷せず、保釈金を放棄してシャピロと共に逃亡した。8月、デューイに2500ドルの懸賞金をかけられ指名手配された。11月、 連邦検察は2500ドルの検証金をかけたが、ほどなく5000ドルに上げ、これにこうするようにルーイも検証金を2倍にしたため、11月末までに連邦検察と州検察の検証金が合わせて1万ドルに達した。ニューヨークのヘロイン密輸団を独自に内定していた FBN が同年12月、バカルター含む総勢31人を麻薬取締法違反で告発した。 FBN からヘロイン密輸、連邦検察から反トラスト法違反、ニューヨーク州マンハッタン検察からガーメント地区の組合強制や殺人、さらにニューヨーク州ブルックリン検察から殺人凶暴と4つの司法捜査当局から同時に追いかけられた。公共の敵となって以来自分を有罪にする恐れのある関係者、元関係者を次々と消していった。 1939年7月までに6人が殺され2人が失踪していた。潜伏中ニューヨークを離れたとも、国外脱出したとも囁かれたが、実際はブルック人の隠れがやアジトを転々としていた。誰が大物バカルターを捕まえるかで、FBN、FBI、警察、検察が争った。バカルターは殺人罪の基礎ではないこと。 刑期は10年を超えないことを条件に、デューイに密かに自首を打診し、FBI にも似たような打診をしていたと言われた。1938年4月に FBI へ投稿して、連邦裁判にかけられたパートナーのシャピロは反、トラスト法違反で3年刑だった。州検察のデューイは、バカルターに250年の刑期に相当する重い告訴を検討していることを公言していた。 連邦法の方が州法より総じて刑が軽かったため、バカルターが自首するなら連邦の方だと見られていた。1939年8月24日、ニューヨークのマンハッタンの街中で、フーバー FBI 長官が待機する車の下に現れ、自首した。フーバーへの口利きは、チンジケートの大物に頼ったと言われ、著名コラムニストのウォルター・ウィンチェルを介してフーバーと接触した。 身柄確保の現場にはウィンチェルがフーバーと一緒に待機していた。ウィンチェルは2日後にことの点末を自分のコラムに掲載した。新聞はフーバーがバカルターにベストなオファーをしたと報じた。一説にフーバーとは仲介者を通じて連邦法で裁かれるのみで集検察へは引き渡されないとの約束を交わし、バカルターはそれを信じて投稿したが、投稿後、 そんな約束はなかったことに気づき、罠にはめられたと悟ったとも伝えられた。投稿場所や時期は、バカルターに近い仲間もオディンプルウォリンスキーが段取り、したとも言う。ウィンチェルによれば、バカルター引き渡しのため何度も電話でやり取りした、先方の男は、謎の人物で投稿直前に顔を合わせたとき、覆面していた。投稿時、バカルターにかかる検証金は、 国と州合わせて5万ドルまで高騰していた。デューイの捜査班を構成するニューヨーク市警の警官がバカルターを誤送中だった FBI 捜査官とコゼリアイを起こした。警官はバカルターを強引に事情聴取しようとし FBI に邪剣に追い払われた。ニューヨーク市長のフィオレロラ・ラガーディアはおめでとう。FBI はニューヨークに何のメダルもよこさなかったと皮肉った。 1940年1月2日、連邦裁判で、ヘロイン密輸で、刑期12年、さらにハントラスト法違反2年刑を合わせた14年刑を宣告された。この間デュイが、連邦大陪審に対して、バカルターの身柄を州裁判所へ移送する許可申請を行い、これが認められた。これで、バカルターの思惑は完全に外れた。判決翌日。 ニューヨーク州マンハッタン検察に移送され、1月15日に公判が始まった。1940年3月2日、ニューヨーク、州マンハッタン大陪審で、パン屋強制、トラック作業強制など15件で無期懲役を宣告された。州の裁判が終わると、連邦刑を服役すべく、カンザス州レブンワース連邦刑務所へ送られた。裁判を受ける、 バカルター1940年2月、マーダーインクのキットツイストエブレルズがブルックリン警察に逮捕され、ニューヨーク州ブルックリン地区検察のウィリアム・オドワイヤー主席検事はバードン・ターカス検事に組織壊滅を指示した。レルズは第一級殺人罪の告訴を取り下げる代わりに密告者に転じる司法取引に応じ、マーダーインクの同僚メンバーの殺人行為を次々に 自白した。バカルターやアナスタシア、シーケルなど、マーダーインク上層部の殺人関与も自白し始めた。1940年9月、オドワイヤーは、デューイと同じようにバカルターを州法廷に引っ張り込むため連邦当局と調整に入った。1941年4月までに、ニューヨークへの移送が決まり、翌月カンサスのレブンワースから、 マンハッタンの連邦合致所に車で護送された。1941年4月、バカルターの潜伏を助けていたとして、シーゲル、アナスタシアを含む14人が逮捕された。1941年8月、ブルックリンのキャンディーショップ店主、ジョゼフ・ローゼン殺害容疑で、ブルックリン検察に起訴された。バカルターの弁護団が陪審員の資格にクレームを、 つけたため陪審員の選定に手間取り、実質的な後半は同年10月20日にずれ込んだ。この間レルズに続いてアルバート・タネンバウムもバカルターの殺人関与について自白した。1941年11月12日、バグジー・シーゲルの裁判で証言する予定だったレルズがコニーアイランドのご英雄のホテルの6階から墜落死した。 バカルターと共に告発されていたアナスタシアへの卒追は、証人でルズの死亡により取り下げるとオドワイヤーは、宣言したが、バカルターの卒追手続きは、大役の多年マウムラを証人に立てて継続された。1941年12月、第一級殺人罪で死刑判決を下された。すぐ控訴したが、1942年10月、再審で、再び死刑判決を受けた。 連邦検察とニューヨーク州検察はバカルターに対する司法権をめぐって対立した。バカルターは州の後半が終わるとレブンワース連邦刑務所に戻された。留意はバカルターの身柄引き渡しをしつこく要求したが、連邦は連邦刑の消化が優先されるとして応じなかった。右与曲折の末、州に引き渡されることになり、 1944年1月21日、ニューヨーク州の新進刑務所に移された。連邦と州の対立を利用した弁護士の立ち回りで、死刑執行日は何度も延期され、1944年3月、初めにセットされた。バカルターは死刑を免れるため最後の手を打った。マンハッタン地区検事フランク・ホーガンとの面会を要請した。ホーガンがこれに応じ、 ホーガンを通じて、当時州知事になっていたデューイに、司法取引を働きかけた。デューイは48時間の猶予を与え、バカルターの言い分を聞いたが、2日後、何も起こらなかった。デューイは執行猶予の理由を、憲法上の権利を保障するためとしか言わなかったが、新聞は48時間の猶予の意味をあれこれ、詮索し、デューイが確実に大統領に就任できる。 決定的な何かをオファーしたと書き立てた。リューイは1944年、大統領の共和党候補指名を勝ち取り、大統領選挙を控えていた。バカルターの司法取引は、一説に、ライバルのフランクリン・ルーズベルト大統領の、組合問題エキスパートだったシドニー・ヒルマンに関する、情報提供だったと、後日言われた。バカルターは48時間の猶予が終わりかけた頃に、 妻を通じて声明を出した。刑罰を軽くしてもらうために何かの情報を当局に与えるようなことは一切しなかった。そのことはぜひ理解してもらいたい。刑罰の軽減など頼んでもいない。自分が頼んだ唯一のことは事実関係を調査するコミッションを開くことだった。調査の結果、私が無実だとわかれば喜んで電気椅子に座るつもりだ。 組織の秘密を暴露していないことを、真珠系と仲間へ伝えるメッセージと見られた。デューイは、バカルターのオファーを受け入れなかった。1944年3月4日23時過ぎ、新進刑務所で二人の部下ルイス・カポネ、エマニュエル・メンディー・ワイスと共に、電気椅子により処刑された。ワイスが無実を訴える中、カポネと共に、バカルターは一言も発することのないまま死に臨んだ。 バカルターのガーメント地区の組合理研はアルバート・アナスタシアの手に渡った。1960年の映画《殺人会社》や1975年の映画《暗黒外の顔役》などで取り上げられている。ここの動画などで発音を確認できる。カッツェンバーグが創業し、1935年の爆破事件で注目された。ニューヨーク州マンハッタン地区検事が、 ギャング撲滅に乗り切れなかったため、州の司法長官が新設した特別ポストで、1930年代前半に連邦検事として、豪腕を振るったデューイを抜擢した。連邦では、せいぜい5年の懲役で済み、その懲役で連邦刑務所にいる間に、州検察の告訴は立ち消えになるという思惑だったとも言う。ラガーディアは、にニューヨーク警の警官を派遣し、 全面的にバックアップしていた。デューイは、バカルターの行方についてフーバーと定期的に情報交換していたが、FBI とニューヨーク市警は折り合いが悪く、フーバーは市警のチームワークの欠如を日頃から批判した。フーバーは捕まえた手柄を自画自賛し、バカルターはずっと市内にいたので市内の捜索を進めていたと特特と語った。 死刑は、バカルターがニューヨークを離れていたと信じていた。死刑は逮捕のチャンスを逃し、誤送中のバカルターを強引に拘束しようとして、FBI に追い払われ、さらに死刑の捜査がまるでピント外れだったと、言わんばかりのフューバーのコメントを聞くに及んで激高した。両者の対立は1935年の偽装誘拐事件がきっかけで、捜査方法の違いが互いの不信感を生んだ。 フーバーはこの時に死刑から受けた屈辱を忘れず一種開始したという。ローゼンはバカルターが牛耳っていた副職会社の元運転手だったが、1936年に当局に内通していると疑われて殺害された。3月2日、11時により与えられた48時間の間に、バカルターの弁護士は死刑を回避すべく、連邦当局へ身柄拘束令状の発行を申請した。 申請は11回目を数えた。3月4日、申請は連邦を植えるから却下され、連邦上訴災に持って行ったが、ここでも却下され、生き残る道は、デューイの権限発動しかなくなった。弁護士は、デューイのお達しを、神経質に待ったが落とさたなく、昼から晩までデューイの事務所に切れ目なく、電話をかけ続けた。デュは、オールバニーにいたが秘書が取り次ぎ可能で、また、 ブルックリンの担当検事と話したければ、電話はつながる状態だった。バカルターは、死が近いと悟り、声明文を出した。刑執行時刻は23時過ぎで、弁護士の最後の電話は22時15分をマークしていた。処刑から3日後、ニューヨークで会場報が流れた。デモとは、ニューヨークタイムズ記事で、ラガーディア市長の命令で、 ニューヨーク中の警官がフランク・コステロの捜索に動員されており、その理由として、バカルターが執行猶予中に行った供述に、コステロの名があり、コステロが大物政治家の選挙キャンペーンに二万五千ドルの寄付を行ったというものだった。フランク・ホーガン検事は、情報の真偽を聞かれて、そのような命令は存在しないと否定し、コステロはセントラルパークウエストのマンションにいるから、 必要ならいつでも捕まえられるとコメントした。ニューヨーク警察署長は記者の質問自体を無視した。コステロ捜査命令を出したのかを聞かれた。ラガーディア市長は肩をすぼめ、それは私が日頃言っている一般的なギャング撲滅命令のことと取り違えたのだろうと命令を否定した。その後、新情報は出てこないまま、すぐに忘れられた。前年8月以来、コステロは トマス・アウレディオ周判事との電話盗聴テープを公開され、汚職騒動に発展しかかっていた。公開したのはフランク・ホーガン検事である。ありがとうございます。